カーブは野球における球種の一つである。比較的遅い球速で投手の気球でと反対の方向に大きく曲がりながら落ちる。ベルヌーイの定理によれば、ボールは回転する方向に曲がるという物理的性質を持っている。つまりは、球の回転速度が速ければ速いだけ曲がる角度も鋭くなる。このため人間としては、 手首や腕の柔軟さが上達の程度に影響してくる。トップスピンとサイドスピンの中間の回転軸を持ち、回転軸がトップスピン側に傾いていれば、縦方向のサイドスピン側に傾いていれば、横方向の変化が大きいものになり、総じて急速が遅く山なりの子を描くのが特徴である。子を描く軌道の影響などで、ホームベースへの到達時間は、 直線的な軌道の球よりも長くなる。こう描く軌道に加え、速球との急速さにより、打者は錯覚して、ボールがなかなか来ないことを減速しているように感じることもあり、ブレーキがかかる等とも表現される。アルキャンパニスは、ドジャースの戦法の中で、サイドスローからカーブを投げるのは、比較的容易であり、右投手が投げるカーブは、右打者に効果的であるが、 左打者に対しては、あまり有効にはならないため、カーブを投げるのであれば、オーバースローか、スリークォーターから投げるべきだと説いている。緩急をつけて、打者のタイミングを外す目的で使われる場合が多いが、江川卓、桑田雅美、サンディー・コーファックス、工藤・君安クレイトン・カーショーなどを決め玉として投げる投手もいる。伊藤勤・ツ岩本・ツトらは、 他の球種と違い全力で投げなくても良いため疲労が蓄積しないこと、大きく、弧を描く軌道が、打者の目線とタイミングをずらせることなどを、立点として挙げている。また、中西紳士や金子千尋らは、キレがないカーブでもあえて投げることで、他の球種を生かす見せ玉としての効果があることを、指摘している。また、変化が小さかったり、キレのないカーブを、 ションベンカーブなどと揶揄して呼ぶことがある。カーブの握りの例基本的には、ボールの上下か左右に、縫い目が来る形から親指を、右下の縫い目、人差し指を、左上の縫い目のすぐ上、中指もすぐ、斜め左下に置き、手首を深く曲げて、リリースの際には、指先で引くように回転を与えるか抜いて投げる。投法やリリースの違いで変化も様々である。また、 大きく曲がるカーブは急速を殺しつつ強い回転をかける必要があることから習得が困難とされる場合もある。キャンディ・カミングスがクラムシェルの貝殻を空中に投げる子供の遊びを参考に1867年に初めて投げたというがフレッド・ゴールド・スミスがカーブの発明者という説もある。1870年8月16日 ニューヨーク市ブルックリンのキャピトリングラウンズにいて、スポーツライターのヘンリー・チャドウィックの起案により、カーブの変化は目の錯覚でないことを実証するためのデモンストレーションが行われ、ゴールドスミスがカーブを投げた。日本では、新橋アスレチッククラブの平岡博士が最初にカーブを投げたと言われている。1949年には、シコルスキーエアクラフト社の空気力学技師であった。 ラルフビーライトフットが風洞実験を行い、ボールの回転によるマグヌス効果の発生と変化を確認し、カーブの変化の原理が科学的に証明された。日本プロ野球では最もポピュラーな変化球だったが、スプリット、カットファストボール、ツーシームなど高速系変化球の流行もあり、1980年代半ば以降、カーブを投げる投手は減少傾向にある。 ナックルカーブの握りの例、ナックルカーブの握りの例、ありがとうございます。